The following contest is scheduled for one fall. And from Neo Osaka, Cyber Naomi. And from the internet, Antivirus Carmella. From the internet, Antivirus Tamina! ナオミ半ほど突破口を開けるやつはおらへんやろな。ノーモシステムにも入り込むことができて、ファイアウォールを無力化させて、その上誰にもハッキングさせることなく仕事を完了することができる。ファイアウォールを無力化されたら、うちのコードブレーカーのデビルやったらシステムに侵入してどのデータをも盗むことができるやん。どんなセキュリティがあっても無駄や。隙をついて一撃を食らわせた。 攻撃の後では巻き返すのは難しいやろな。これで流れは彼女の方に行った。
ウィングに戻った。別に協力したことは少なかったけど、ナオミハンとソーニャのチームワークは抜群やった。おのおのの仕事をよく理解したし、作業自体も完璧やったわ。あの技で彼女は主導権を握ったんや。これで流れは彼女の方に行ったわ。あの技で何百ものプログラムを葬ってきたのはワテは知ってる。隙をついて一撃を食らわせた。あの一撃の音は今でも忘れられへん。隙をついて一撃を食らわせた。オーソリティの突破を楽しんでたな。リングを出るんは危険やけど、たまに必要な時もあるんじゃ。あの技を受けて立ち上がった者は少ない。これで流れは彼女の方に行ったわ。プログラムが優勢になった。あの二人はそんなに長く抑えられへん。やる気満々やからな。あの技は見たことある。どういうもんか体でわかる。隙をついて一撃を食らわせた。あの攻撃の後では巻き返すのは難しいやろな。これで流れは彼女の方に行ったわ。あの技で彼女は主導権を握ったんや。彼女は決定打を打ったんや。あのアンチウイルスを意に介さず突破されたな。彼女はリングの中で何をするべきか理解しとったんや。オーソリティのサーバーにアクセスするのはリスクを伴ったわ。数ヶ月の下準備の後、オーソリティの競合には喉から手が出るほど欲しがるデータキャッシュがあるのを発見できたし、そのデータが読み出ると会社にも相当なダメージを負うやろな。成功したらうちらがもう足を洗うことはできても、ナオミハンとデビルはそうやとは思わんかった。あの技を受けて立ち上がった者は少ない。隙をついて一撃を食らわせた。あの一撃の音は今でも忘れられへん。デビルは信用できへんけど自分に嘘つかへん性格や。データ回収は専門ちゃうけど、高価なものを盗むチャンスを逃すはずがない。何が何でもそのデータキャッシュを獲得できるやろ。あの一撃の音は今でも忘れられへん。隙をついて一撃を食らわせた。彼女はまた一撃を当てた。これで流れは彼女の方に行った。
一部のハッカーは調子が出ることが多々あったけど、ナオミの場合は特殊で光るねんな、彼女。あの攻撃の後では巻き返すのは難しいやろな。彼女は決定打を打ったよ。プログラムを葬ってきたのは、訳は知ってる。隙をついて一撃を食らわせた。デビルを借り出せるのは金と戦闘しかない。うちのクルーは両方とも提供できたから問題なかったけどな。プログラムを葬ってきたのは、訳は知ってる。あの技は見たことある。どういうもんか体で分かる。オーソリティのセキュリティシステムはサイバーネット上ではかなり難しい部類や。冷酷で好戦的、クラックするのも不可能に近かったはずや。ただデビルはチャレンジ精神旺盛なんや。これで流れは彼女の方に行った。あの技で彼女は主導権を握ったんや。彼女は決定打を打ったんや。あの技を受けて立ち上がった者は少ない。これで流れは彼女の方に行った。あの攻撃の後では巻き返すのは難しいやろな。彼女は決定打を打ったんや。あの技で彼女は主導権を握ったんや。これで流れは彼女の方に行った。あの技で何百ものプログラムを葬ってきたのは、訳は知ってる。これで流れは彼女の方に行った。背に腹は変えられへん。隙をついて一撃を食らわせた。彼女は浴びつかったのは3度目やな。かなり切羽詰まっとったわ。この仕事でうちらの人選は最適やったと思うわ。思ったよりことが進んだと思うで。なんか合ってないようなもんや。祝杯を挙げた後、思わぬ問題が起こった。